かぼちゃ祭りです。今日は最近のマイムーブー、食べっ子動物に可愛いグミが出たらしいので開封していきたいと思います。あーみんな可愛い、せっかくねおひたち欲しいなー。ってなわけで狙うのはライオンさん、ゾウさん、キリンさん、集合。どこも再現度高いな、ほんま。では中身を見ていこう。中身は可愛い食べ動物ビスケット型になってるよ。味はドリンジ、リンゴ、ピトの3種類でした。味はね、さっぱりとして食べやすくって、中身ピグリみたいに近い感じになってましたね。気を取り直してお巻き開封やっていきましょう。さあ目当て動物さんたちは出てきてくれるかしら。一つ目です。おー、うさぎさんです。めっちゃ笑ってます。きっとかぼちゃとかに来て嬉しいんだな。では二つ目いきましょう。二つ目は何やろうな。お、またうさぎさんかなと思ったら、これはやりましたね。欲しかったやつが出ました。推しのライオンゾウ、キリンがいます。かわいいね。3つです。これはね、あのね、食べっ子動物シリーズの人気高いコウモリさんですね。4つ目です。せめて1匹はね、推しが欲しいよな、やっぱ。わかった、これはワンちゃんです。では帰るだけで、最後の5つ目になりますね。ラストですよ、いよいよライオンゾウ、キリン、ガラパゴス、わけで開封も終わりましたので、カボ的ナンバーワンを決めます。やっぱりこれよな、全員集合。では推しがいっぱいいるからです。かわいいな。皆さん見つけたらぜひ食べっ子動物グミ食べてみてください。では次の動画まで、バイバイ。